こんにちは。今日の講義は書籍。本試験を当てるタック直前予想模試宅建士2024年度版です。皆さん、宅地建物取引士、通称宅建士という資格をご存知でしょうか。不動産取引の専門家として、多くの方が目指す人気の国家資格です。この資格を取得するためには、毎年10月に行われる国家試験に合格する必要があります。そして、その試験対策の決定版として、今回ご紹介する書籍が登場したのです。この書籍は、宅建士試験の直前期に使用することを想定して作られています。試験直前の追い込み学習に最適な内容となっているわけですね。では、なぜこの書籍が注目を集めているのか、詳しく見ていきましょう。まず、この書籍の最大の特徴は、予想問題の質と量です。予想模試が5回分も収録されているのです。しかも、そのうち4回分がオリジナル問題、1回分が厳選された過去問題となっています。これだけでも10分な演習量ですが、さらに驚くべきことに、最新の本試験6回分がダウンロード版で提供されるのです。つまり、合計11回分もの模擬試験を体験できるわけです。これは、受験生にとって非常に心強い味方となることでしょう。さて、ここで少し宅建士試験の特徴について触れておきましょう。この試験は不動産取引に関する法律や実務知識を問うもので、50問の択一式問題に2時間で回答します。合格基準は正解率7割以上。一見すると簡単そうに思えるかもしれませんが、実際には難易度が高く、合格率は例年 20% 前後と言われています。そのため、効率的かつ効果的な学習方法が求められるのです。そこで、この書籍の中身をさらに詳しく見ていきましょう。予想模試は単に問題が載っているだけではありません。オリジナル問題は難易度が3段階に設定されているのです。これにより受験生は自分の実力に合わせて段階的に学習を進めることができます。はじめは基本的な問題から始め、徐々に難易度を上げていくことで着実に実力を伸ばすことができるのです。また問題冊子は取り外し式になっています。これは本試験の臨場感を味わいながら演習できるという利点があります。実際の試験と同じ形式で問題を解くことで、本番での緊張感にも慣れることができるでしょう。さらに回答・解説は2式すりで見やすく、各選択肢に丁寧な解説がついています。これによりなぜその回答が正解なのか、他の選択肢がなぜ不正解なのかを深く理解することができます。ここで宅建士試験の出題傾向について少し触れておきましょう。この試験は法改正や最新の統計データなどを反映した問題が出題されることが多いのです。そのため単に過去問いを解くだけでは10分な対策とは言えません。この書籍ではそういった最新の情報も盛り込まれています。関東特集では2024年本試験の出題予想論点チェックや最新の法律改正点、統計情報が掲載されているのです。これにより受験生は最新の出題傾向を把握し、効率的に学習を進めることができます。さらにこの書籍には読者特典も用意されています。読者限定の特別ウェブ講義が視聴できるのです。この講義では予想論点のポイント解説や予想問題の徹底解説が行われます。つまり書籍だけでなく動画による学習も可能なのです。これは様々な学習スタイルに対応できるという点で非常に優れた特典と言えるでしょう。ここで宅建士試験の学習方法について少し掘り下げて考えてみましょう。一般的に資格試験の学習にはインプットとアウトプットの2つの段階があると言われています。インプットとは知識を吸収する段階、アウトプットとはその知識を実際に使って問題を解く段階です。この書籍は主にアウトプットの段階で活用することを想定しています。しかし解説を丁寧に読むことでインプットの役割も果たすことができるのです。例えば宅建士試験では宅地建物取引業法という法律が重要な出題分野の一つとなっています。この法律は不動産取引の基本的なルールを定めたものですが、条文が多く複雑な内容も含まれています。この書籍の予想問題を解き、解説を読むことでこの法律の重要なポイントを効率的に学ぶことができるのです。また民法も宅建士試験の重要な出題分野です。
民法は私たちの日常生活に密接に関わる法律ですが、その範囲は広く、すべてを暗記するのは困難です。しかし、この書籍の問題を解くことで、宅建士試験に必要な民法の知識を効率的に身につけることができます。例えば、不動産取引に関連する売買契約や賃貸借契約などの重要な概念について、具体的な事例を通じて学ぶことができるのです。さらに、建築基準法や都市計画法といった不動産に関する専門的な法律についてもこの書籍を通じて学ぶことができます。これらの法律は建物の構造や土地利用に関する規制を定めたものですが、一般の方にとっては馴染みの薄い内容も多く含まれています。しかし、この書籍の問題を解くことでこれらの法律の重要なポイントを効率的に押さえることができるのです。ここで宅建士試験の学習において、なぜ予想問題を解くことが重要なのか、もう少し詳しく考えてみましょう。実は宅建士試験には毎年似たような形式で出題される問題があるのです。これを定番問題と呼びます。例えば、宅地建物取引業法における重要事項説明に関する問題はほぼ毎年出題されます。このような定番問題に慣れておくことで本試験での得点率を上げることができるのです。この書籍の予想問題は、そういった定番問題を抑えつつ、最新の出題傾向も反映しています。つまり、過去の傾向と最新の動向の両方を学ぶことができるのです。これは、非常にバランスの取れた学習方法と言えるでしょう。また、この書籍には、品質事項総まとめというコーナーも設けられています。これは、試験前に最低限押さえておくべきポイントをまとめたものです。時間のない受験生にとってはこのコーナーだけでも目を通しておくことで大きな効果が期待できるでしょう。さらに、宅建士合格力診断というコーナーも用意されています。これは最新の過去問いを使って自分の現在の実力を診断するものです。自分の弱点を把握し効率的に学習を進めるためにはこのような自己診断も重要です。ここで宅建士試験の勉強法についてもう少し具体的なアドバイスを述べてみましょう。まず、この書籍を使う前に基本的な知識のインプットを済ませておくことをお勧めします。テキストや問題集で基礎知識を身につけた上でこの書籍の予想問題に取り組むのが効果的です。次に、予想問題を解く際は本番と同じ条件で取り組むことをお勧めします。つまり、2時間で50問を解くのです。これにより時間配分の感覚を養うことができます。また、回答後は必ず解説をしっかり読むようにしましょう。間違えた問題だけでなく正解した問題の解説も読むことでより深い理解につながります。また、この書籍には法律改正点レジュメが付属しています。法改正は毎年行われるため最新の情報を押さえておくことは非常に重要です。このレジュメを活用して最新の法改正情報をしっかりと理解しておきましょう。さらに、読者特典のウェブ講義も積極的に活用することをお勧めします。講義を聞くことで文字だけでは伝わりにくい微妙なニュアンスや出題者の意図などを理解することができます。また、視覚的な情報も加わることでより記憶に残りやすくなるでしょう。ここで宅建士試験の勉強においてモチベーションの維持について触れておきましょう。資格試験の勉強は長期間に及ぶためモチベーションの維持が大きな課題となります。この書籍は段階的に難易度が上がる構成になっているため自分の成長を実感しやすいという利点があります。これはモチベーション維持の観点からも非常に効果的です。また、この書籍には合格祈願、講師からの応援メッセージというコーナーも設けられています。ベテラン講師からの励ましの言葉は受験生の心の支えになるでしょう。時にはこのようなメッセージを読んで自分の目標を再確認することも大切です。さて、ここまで本試験を当てるタック直前予想模試宅建士2024年度版の特徴や活用法について詳しく見てきました。この書籍は宅建士試験の直前対策として非常に優れた内容を持っていることがお分かりいただけたかと思います。しかし、ここで一つ注意点を挙げておきましょう。それは、この書籍だけで学習を完結させようとしないことです。確かに、この書籍は非常に充実した内容を持っています。
しかし、宅建士試験の合格には幅広い知識と深い理解が必要です。そのため、この書籍と合わせて基本書や問題集なども活用し、バランスの取れた学習を心がけることが重要です。また、宅建士試験は不動産取引の実務に直結する資格試験です。そのため、単に暗記するだけでなく、実際の取引をイメージしながら学習を進めることが大切です。例えば、新聞やニュースで不動産に関する記事を見かけたら、それが宅建士試験のどの分野に関連するのか考えてみるのも良いでしょう。このように、日常生活の中で学習内容を意識することで、より深い理解につながります。宅建士資格の将来性について少し触れておきましょう。不動産業界は、社会の変化に伴って常に進化しています。例えば、最近ではインターネットを活用した不動産取引が増加しています。また、環境問題への意識の高まりから、省エネ住宅や再生可能エネルギーを活用した建築物への注目も高まっています。さらに、少子高齢化に伴い、空き家問題や相続に関連する不動産取引も増加しています。このような変化に対応するため、宅建士の役割はますます重要になっていくでしょう。単に不動産取引の仲介をするだけでなく、顧客に対して専門的なアドバイスを提供する、いわば不動産コンサルタントとしての役割が求められるようになっています。そのため、宅建士資格を取得した後も、継続的に学習を続けることが大切です。この書籍は、宅建士試験合格のための強力なツールですが、同時に、不動産取引の実務に役立つ知識を身につけるためのガイドでもあります。試験合格後も、実務の参考書として活用できるでしょう。さて、ここまで、本試験を当てるタック直前予想模試宅建士2024年度版についてお話しました。ここからは、この教材の活用方法や宅建士試験対策のさらなる深掘りをしていきましょう。宅建士試験の学習において、模擬試験の重要性は言うまでもありません。しかし、単に問題を解くだけでは10分とは言えません。効果的な学習のためには、模擬試験の結果を適切に分析し、自分の弱点を把握することが重要です。この教材には、各問題の難易度や出題分野が明記されています。これを活用して、自分がどの分野でつまずいているのか、どの難易度の問題で点数を落としているのかを明確にすることができます。例えば、不動産登記法の分野で難易度の高い問題を多く間違えているとします。この場合、不動産登記法の基本的な概念から見直す必要があるかもしれません。不動産登記法は、不動産の権利関係を公示するための制度を定めた法律です。所有権の移転や抵当権の設定など、不動産に関する権利の変動を登記することで、第三者に対抗できるようになります。この法律の理解は、宅建士として不動産取引を扱う上で非常に重要です。また、この教材には、品質事項総まとめというセクションがあります。これは、試験直前の総復習に非常に有効です。しかし、ただ読むだけでは効果は限定的です。ここで重要なのは、アクティブラーニングの手法を取り入れることです。アクティブラーニングとは、学習者が能動的に学習に参加する教育方法のことです。具体的には、品質事項総まとめの内容を自分の言葉で説明してみる、関連する具体例を考えてみる、他の法律との関連性を考察してみるなどの方法があります。例えば、借地借家法の正当事由制度について学習したとします。この制度は、賃貸人が賃借人に対して契約更新を拒絶したり、解約の申し入れをしたりする際に、正当な事由が必要であるというものです。これを単に暗記するのではなく、なぜこのような制度が必要なのか、この制度がない場合、どのような問題が生じるか、といった観点から考察してみることで、より深い理解につながります。さらに、この教材には最新の法改正情報も含まれています。不動産関連法規は頻繁に改正されるため、最新の情報を押さえておくことは非常に重要です。例えば、近年では民法の債権法改正が行われ、賃貸借契約に関する規定にも変更がありました。具体的には、賃貸借契約の更新後の解約申し入れの規定が新設されました。これにより、更新後の賃貸借契約においても、賃借人は正当な事由がなくても解約の申し入れができるようになりました。
このような最新の法改正を理解することで実務に直結する知識を身につけることができます。ところで宅建士試験の学習において法律の条文を暗記することに苦心している方も多いのではないでしょうか。確かに条文の暗記は重要ですが、それだけでは10分とは言えません。重要なのはその条文の背景にある立法趣旨や社会的背景を理解することです。これは法哲学的なアプローチとも言えるでしょう。法哲学とは法の本質や正義の概念について探求する学問です。例えば借地借家法の正当自由制度について考えてみましょう。この制度が設けられた背景には戦後の住宅不足という社会的背景があります。当時多くの人々が借家に住んでおり、簡単に立ち退きを迫られては生活の基盤を失ってしまうという問題がありました。そこで借家人の居住の安定を図るためにこの制度が設けられたのです。このような背景を理解することで単なる暗記ではなく法律の意義や役割について深く考察することができます。また宅建士試験の学習において経済学的な視点も重要です。不動産市場は経済の動向と密接に関連しています。例えば金利政策や景気動向が不動産価格にどのような影響を与えるかを理解することは宅建士として非常に重要です。この教材にはそういった経済的な側面についても触れられています。経済学の基本的な概念の一つに需要と供給の法則があります。これは商品の価格が上がれば需要は減少し供給は増加するという法則です。不動産市場にもこの法則は適用されます。例えばある地域の不動産価格が上昇するとその地域の不動産を購入する人需要は減少し、逆に売却しようとする人供給は増加します。このような経済学的な視点を持つことで不動産市場の動向をより深く理解することができます。さらにこの教材には都市計画法や建築基準法に関する問題も含まれています。これらの法律は都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために重要な役割を果たしています。例えば都市計画法では都市を市街化区域と市街化調整区域に区分しています。市街化区域はすでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。一方市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域です。このような区分により無秩序な市街化を防ぎ計画的な都市開発を進めることができます。建築基準法も安全で衛生的な建築物の建築を確保するために重要な法律です。例えば建平率や容積率の規制があります。建平率は建築物の建築面積の敷地面積に対する割合のことで、これによりゆとりある市街地の形成を図ることができます。容積率は建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことで、これにより都市の密度をコントロールすることができます。これらの法律を学ぶ際には単に規制の内容を暗記するだけでなく、なぜそのような規制が必要なのかを考えることが重要です。例えば高さ制限や日陰規制は周辺住民の日照権を保護するために設けられています。このような規制の背景にある社会的な要請を理解することでより深い学習につながります。またこの教材には不動産の評価に関する問題も含まれています。不動産の評価は宅建士として非常に重要なスキルです。不動産の価格はその不動産の収益性、代替性、市場性など様々な要因によって決定されます。例えば収益還元法という評価方法があります。これはその不動産から得られる将来の収益を現在価値に割り引いて評価する方法です。この方法は賃貸用不動産などの収益物件の評価に適しています。一方戸建て住宅などの評価には原価法や取引事例比較法が用いられることが多いです。原価法はその不動産の再調達原価から原価償却費を控除して評価する方法です。取引事例比較法は類似の不動産の取引事例を比較して評価する方法です。これらの評価方法を理解することで不動産の適正な価格を判断する能力を身につけることができます。さらにこの教材には不動産に関する税金についての問題も含まれています。不動産取引には様々な税金が関わってきます。例えば
不動産を取得する際には不動産取得税や登録免許税がかかります。また不動産を所有している間は固定資産税がかかり、売却する際にはキャピタルゲイン課税、譲渡所得税がかかります。これらの税金の仕組みを理解することは宅建士として非常に重要です。例えば居住用財産を売却した場合の特別控除制度があります。これは自己の居住用財産を売却した場合に一定の条件を満たせば最高3000万円まで譲渡所得から控除できる制度です。このような税制優遇措置を理解することで顧客に適切なアドバイスをすることができます。また相続税や贈与税に関する知識も重要です。日本では高齢化が進んでおり、相続に関連する不動産取引も増加しています。例えば、相続税の計算方法や基礎控除額、小規模宅地等の特例などを理解しておく必要があります。小規模宅地等の特例は、非相続人の自宅や事業用の土地について、一定の条件を満たせば評価額を大幅に減額できる制度です。このような制度を理解することで相続対策のアドバイスもできるようになります。さらにこの教材には不動産の管理に関する問題も含まれています。マンションの管理組合や管理規約、修繕積立金などについての知識も宅建士には必要です。例えばマンションの大規模修繕について考えてみましょう。マンションは定期的に大規模修繕を行う必要がありますが、そのための資金をどのように準備するか、修繕の時期や内容をどのように決定するかなど様々な問題があります。これらの問題に適切に対応するためには建築や工学の知識も必要となってきます。また最近では環境問題への関心が高まっており、不動産分野でも環境に配慮した取り組みが求められています。例えば省エネ住宅や再生可能エネルギーを利用した住宅などが注目されています。この教材にはそういった最新のトレンドに関する問題も含まれています。さらに不動産テック、不動産テクノロジーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。これは不動産業界にテクノロジーを導入することで業務の効率化や新しいサービスの創出を目指す取り組みのことです。例えばバーチャルリアリティ VR 技術を使った物件内覧サービスや人工知能を使った不動産価格予測サービスなどがあります。このような最新のテクノロジーについての知識もこれからの宅建士には求められるでしょう。またこの教材には不動産取引の実務に関する問題も多く含まれています。例えば重要事項説明書の作成方法や売買契約書の記載事項などについての問題があります。これらは宅建士として実際に業務を行う上で非常に重要な知識です。重要事項説明書は取引の対象となる不動産の権利関係や法令上の制限、取引条件などを記載した書面で、宅建業者は取引の相手方に対してこれを交付し、説明する義務があります。この説明を適切に行うためには、法律や不動産に関する幅広い知識が必要となります。さらに、この教材には不動産広告の規制に関する問題も含まれています。不動産の広告には、不当景品類及び不当表示防止法、景品表示法や宅地建物取引業法による規制があります。例えば実際には存在しない物件を広告したり、取引の対象となる不動産の利用に関する重要な事項について事実と異なる表示をしたりすることは禁止されています。これらの規制を理解し適切な広告を行うことも宅建士の重要な役割です。またこの教材には不動産取引に関するトラブル事例とその対応方法についての問題も含まれています。例えば契約後に瑕疵が発見された場合の対応や借地権付き建物の売買における注意点などです。これらの事例を学ぶことで実際の取引でトラブルが発生した際に適切に対応する能力を身につけることができます。さらにこの教材には不動産投資に関する問題も含まれています。不動産投資は安定した収入を得られる投資方法として注目されていますが、同時にリスクも伴います。例えば賃貸物件の空室リスクや不動産価格の変動リスクなどがあります。これらのリスクを適切に評価し管理する能力も宅建士には求められます。またこの教材には不動産の有効活用に関する問題も含まれています。例えば遊休地の活用方法や
古い建物のリノベーションなどについての問題があります。これらは不動産の価値を最大化するための重要な戦略です。例えばコンバージョンという手法があります。これは既存の建物の用途を変更して活用する方法です。具体的にはオフィスビルを住宅やホテルに改修したり、工場跡地を商業施設に転用したりするなどの例があります。このような手法を理解し提案できることも宅建士の付加価値を高める要素となります。またこの教材には不動産に関する紛争解決方法についての問題も含まれています。例えば調停や裁判外紛争解決手続き ADR などについての知識も必要です。不動産取引には様々なトラブルがつきものですが、それらを適切に解決する方法を知っていることで顧客の信頼を得ることができます。さらにこの教材には不動産の国際取引に関する問題も含まれています。グローバル化が進む中、外国人による日本の不動産取得や日本人による海外不動産投資なども増加しています。これらの取引には為替リスクや各国の法制度の違いなど国内取引とは異なるリスクがあります。これらのリスクを理解し適切にアドバイスできることもこれからの宅建士には求められる能力です。またこの教材には不動産と金融の関係についての問題も含まれています。不動産取引には多額の資金が必要となるため、ローンや融資についての知識も重要です。例えば住宅ローンの種類や条件、団体信用生命保険の仕組みなどについての理解が必要です。また不動産証券化商品についての知識も求められます。不動産証券化とは不動産の所有権を小口化して投資家に販売する手法で、不動産投資の新しい形として注目されています。さらにこの教材には不動産と災害対策についての問題も含まれています。日本は地震や台風など自然災害が多い国です。そのため不動産取引においても災害リスクの評価や対策が重要となります。例えばハザードマップの見方や耐震基準についての知識が必要です。また被災した不動産の取引や被災者の住宅確保支援などについての知識も求められます。このように宅建士に求められる知識は多岐にわたります。法律、経済、建築、税務、金融、環境問題など様々な分野の知識が必要となります。しかしそれらの知識を単に暗記するだけでは不十分です。重要なのはそれらの知識を統合し実際の不動産取引に応用する能力です。この教材はそのような応用力を養うためのツールとして非常に有効です。実際の試験ではこれらの知識を総合的に活用して問題を解く必要があります。例えばある不動産の取引に関する問題が出題されたとします。その問題を解くためにはその不動産の法的な権利関係、都市計画法上の制限、税金の取り扱い、資金計画など様々な観点から考察する必要があります。この教材の問題を解くことでそのような総合的な思考力を養うことができるのです。宅建士試験の合格はキャリアの第一歩に過ぎません。実際の不動産取引の現場ではさらに深い知識と経験が求められます。しかしこの教材で学んだ知識はそのような実務の基礎となるものです。試験合格後もこの教材を参考書として活用し継続的に学習を続けることをお勧めします。不動産業界は社会の変化とともに常に進化しています。新しい法律や制度が導入され新しいビジネスモデルが生まれています。そのような変化に対応するためには常に最新の情報をキャッチアップし学び続ける姿勢が重要です。この教材はそのような学習の良きパートナーとなるでしょう。宅建士として成功するためには単に知識を持っているだけでは不十分です。その知識を活用して顧客の立場に立ってアドバイスができる能力が求められます。この教材の問題を解く際には単に正解を導き出すだけでなく、なぜその答えが正しいのか、その知識が実際の取引でどのように活用できるのかを考えることが重要です。そうすることでより深い理解と実践的な能力を身につけることができるでしょう。以上、本日の講義では本試験を当てるタック直前予想模試宅建士2024年度版を通じて宅建士試験対策の奥深さと
不動産業界の多面的な側面について探究してまいりました。この教材が単なる試験対策ツールにとどまらず、不動産業界全体を俯瞰する視点を養う貴重な資料であることをご理解いただけたかと思います。例えば都市計画の観点から見ると、コンパクトシティという概念が近年注目を集めています。これは都市の中心部に居住、商業、公共サービスなどの機能を集約し、効率的でサステイナブルな都市構造を目指す考え方です。この概念は人口減少や高齢化が進む日本社会において特に重要性を増しています。また不動産取引におけるデューデリジェンスの重要性も忘れてはなりません。デューデリジェンスとは、取引対象となる不動産の法的、経済的、物理的な状態を詳細に調査することです。例えば土壌汚染や地中埋設物の有無、建物の耐震性能、賃貸借契約の内容など多岐にわたる項目を精査します。この過程で環境法や建築基準法、民法など様々な法律の知識が必要となります。さらに不動産業界におけるサステナビリティの概念も重要です。環境に配慮した建築物やエネルギー効率の高い住宅の需要が高まっています。例えばゼロエネルギーハウス、ゼッチという概念があります。これは高断熱、高気密、高効率設備に加え、太陽光発電などの初めエネルギーにより年間の一致エネルギー消費量の収支をゼロにする住宅のことです。このような住宅の普及は地球温暖化対策の観点からも重要な課題となっています。不動産業界はテクノロジーの進化によっても大きな変革を遂げています。例えばブロックチェーン技術の活用が注目されています。この技術を用いることで不動産取引の透明性を高め、取引コストを削減することが可能になると期待されています。具体的には不動産の権利関係や取引履歴をブロックチェーン上に記録することで改ざんが困難な信頼性の高いデータベースを構築できます。また不動産業界における新しいビジネスモデルとしてシェアリングエコノミーの概念も重要です。例えば民泊サービスやコワーキングスペースの提供などが挙げられます。これらのサービスは既存の不動産を有効活用する新しい方法として注目を集めています。しかし同時に法的規制や地域社会との調和など様々な課題も存在します。不動産業界は社会の変化と密接に関連しています。例えば少子高齢化や単身世帯の増加といった人口動態の変化は住宅需要の質的変化をもたらしています。高齢者向けの住宅やコンパクトな都市型マンションの需要が増加する一方で、大型の戸建て住宅の需要は減少傾向にあります。このような変化を的確に捉え、適切な不動産開発や投資判断を行うことが不動産業界で成功するための鍵となります。さらに不動産業界におけるリスク管理の重要性も忘れてはなりません。例えば自然災害リスクへの対応が挙げられます。地震や水害などの自然災害は不動産の価値に大きな影響を与える可能性があります。そのためハザードマップの活用や耐震・耐水性能の向上などリスク軽減のための取り組みが重要となります。また不動産業界における倫理的な側面も重要です。不動産取引は人々の生活や企業の事業活動に直接的な影響を与えるため高い倫理観が求められます。例えば利益相反の回避や顧客情報の適切な管理などが挙げられます。これらの倫理的な問題に適切に対応することは長期的な信頼関係の構築につながります。不動産業界はグローバル化の影響も受けています。例えば外国人投資家による日本の不動産投資が増加しています。これに伴い国際的な不動産評価基準やクロスボーダー取引に関する法的知識の重要性が増しています。同時に日本の不動産業界の国際競争力を高めるための取り組みも求められています。このように不動産業界は多岐にわたる知識と視点が必要とされる分野です。本日の講義で取り上げた教材はこれらの幅広い知識を体系的に学ぶための優れたツールです。しかし真の専門家となるためにはこの教材を出発点としてさらに深い学習と実践的な経験を積み重ねていく必要があります。皆さんには
この教材を通じて得た知識を基盤として、常に新しい情報にアンテナを張り、社会の変化に敏感に反応する姿勢を持ち続けていただきたいと思います。不動産業界は、私たちの生活や社会の在り方と密接に関わる重要な分野です。皆さんの中から、この分野で新しい価値を創造し、社会に貢献する人材が育つことを期待しています。そして最後に読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身ともに健康であることが、充実した人生を送るための基盤となるからです。健康な体があってこそ、日々の活動や学びに集中できますし、自信を持って社会生活を送ることができます。そこで今日は、健康と美容を両立させるための画期的なサービス、ライザップについてお話しします。ライザップは、結果にコミットをモットーとする、革新的なプライベートジムです。テレビ CM でもおなじみの、結果にコミットする、というフレーズで話題のパーソナルトレーニングジムで、自信を持ってご案内させていただきます。ライザップの最大の特徴は、専属トレーナーによるマンツーマントレーニングです。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人にとって、この点は大きな魅力となっています。トレーナーがあなた専用のプログラムを作成し、一緒に目標に向かって頑張ってくれるので、モチベーションを保ちやすいのです。また、ライザップでは食生活やメンタルのマネージメントにも力を入れています。無理な食事制限はありません。むしろ、食べられるダイエットとして知られています。これは、単に体重を落とすだけでなく、健康的に痩せ、理想の体を手に入れることを目指しているからです。さらに、リバウンドしにくい体づくりにも注力しているので、長期的な健康維持にも効果的です。ライザップのトレーニングは1日50分、週に2回という無理のないスケジュールで行われます。忙しい現代人でも続けやすいプログラムになっているのです。また、完全個室のプライベートな空間で行われるので、人目を気にせずトレーニングに集中できます。ライザップの自信の表れとして、30日間無条件全額返金保証も実施しています。これは、ライザップが自社のサービスの効果に絶対の自信を持っている証でもあります。さらに、ライザップは単なるダイエットサービスを超えて、総合的な健康管理サービスへと進化しています。専属のトレーナーだけでなく、カウンセラーや医療機関、管理栄養士、データ分析専門家がチームを組んで顧客のサポートをしているのです。これにより、体重減少だけでなく、総合的な健康の向上を目指しています。ライザップの顧客体験戦略も注目に値します。フルマラソンを走りたい、結婚式で綺麗なドレスを着たい、健康になりたい、など、一人一人の顧客の気持ちや思いに寄り添い、それに対して、結果にコミット、することを目指しています。これは単なるダイエットサービスを超えた、人生のサポートサービスと言えるでしょう。ライザップの成功の秘訣は、このような徹底的な顧客サポートにあります。新人教育を受けたトレーナーたちが、定期的に研修施設でトレーニングの方法を学んだり、サービスの品質を確認したりしています。このライザップメソッドによって、52kg 減量、38kg 減量などの驚異的な実績が生まれているのです。ライザップは今後、さらに包括的な分野で、健康で幸福な人生を支援していく方針です。多くの人々にそのメソッドを体験してもらう健康宣言を発表しており、社会に健康への関心が高まる中で、そのニーズはさらに高まっていくことが予想されます。ライザップの成功は、単に低コスト経営を実現したからではありません。お客様とサービスを提供するライザップとの関係における絆、すなわち顧客との深い関係性の高さにあるのです。ライザップは顧客の期待を上回る感動を提供することで、強い共感を得ています。このように、ライザップは単なるダイエットジムを超えた、総合的な健康、美容サービスとして進化を続けています。健康で美しい体を手に入れたい、自信を持って人生を歩みたいと考えている方にとって、非常に魅力的なサービスと言えるでしょう。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。